ちゃんの父親には今もう一つ許せないことがある。それは SNS などで寄せられる誹謗中傷だ。絶対になくならないので仕方ないと口にしつつ、私自身が叩かれるのは我慢できるが、センナのことを悪く言う人には腹が立つと憤る。父親によれば、実際にセンナちゃんについて死んで当然、存在感がない、カスみたいな子など文字にするのもはばかられるような侮辱的なメッセージや書き込みがあったそうだ。このため、特に悪質なユーザーについては開示請求により人物を特定、民事訴訟を起こすに至ったが、驚くことに相手は成りすまし被害を主張しているという。ただ、センナちゃんの父親は今後も SNS での発信を続けていく考えでいる。それはセンナちゃんの名誉を回復したいとの思いからだ。父親が指摘する通り、 SNS やインターネット上には親が最後に降車するよう教育していた、センナちゃんが寝ていたといった書き込みが少なからずある。だが、名前を呼ばれるまでは席を立たないよう教えていたのは川崎幼稚園側だという。父親はこう強調する。センナ自身は何も悪くなかったということを訴えていきたいと。 Thank you for watching us. Stay tuned for more.